ジェイク・ザイラスはフィリピンの歌手である。YouTube から人気を得た歌手で、オプラ・ウィン・フリーに世界一才能のある少女と称された。デビューアルバム、シャリースがビルボード200アルバムチャートで初登場8位を記録し、アジア人アーティストとして初の同チャートトップ10位を果たした。出生時に女性と割り当てられ、女性として活動していたが、2017年に、 トランスジェンダー男性であることを発表。それまで活動していたシャリースの芸名から、ジェイク・ザイラスへと改名した。ジェイクは、フィリピン・ラグナ州サンペドロで生まれた。両親の離婚後、母によって育てられたジェイクは7歳の時から、行政区の祝祭日や、テレビ番組など、あらゆるアマチュアコンテストに参加することで家計を助けた。彼は、約100ほどのコンテストに参加したとされる。なお、 球芸名のシャリースのフィリピンでの発音はチャリースであるが日本ではシャリースで定着している2005年にアメリカ合衆国のオーディション番組アメリカンアイドルに従って制作された ABS-CBN の番組リトルビッグスターに参加した彼は最初のパフォーマンス後落選したがワイルドカードで復活し決勝進出者となった最終決戦において彼は一貫して 高得点を得たが、結果は3位に終わった。ジェイクは、ローカル番組とコマーシャルでマイナーな活動をしたが、リトルビッグスター出演後は、基本的に、表舞台からは姿を消していた。世界的な認知を得たのは、彼の熱心なファンが、フォルスボイスというユーザー名で、動画投稿サイト YouTube に、彼が歌唱している映像を投稿し始めて、注目されるようになった2007年頃からである。 彼の映像は数百万もの再生回数を記録した。2007年6月にリトルビッグスターの映像を見た音楽プロデューサーがデモのレコーディングをするためにスウェーデンのレコード会社に彼を招いた。彼はそこで6曲のカバー曲とアメージングというオリジナル曲をレコーディングした。リトルビッグスターの決勝進出者は韓国のタレントショー。 スター・キングに招待されることになっていた。その2007年10月13日放送会に出演した彼は、アンド・アイ・アム・テリング・ユー・アイム、ノット・ゴーイングを熱唱。またスーパージュニアのキュヒョンとディズニーアニメ、アラジンのテーマソング、A ホール・ニュー・ワールドをデュエット。この映像を YouTube で見たエレン・デ・ジェネレスは、自身の番組、エレンの部屋に、ジェイクをゲストとして招待した。 彼は初めてアメリカに行き、同年12月19日放送会に出演して、And I am telling you I'm not going to always love you を歌った。同年12月28日にジェイクはスターキングに最も視聴者からのリクエストが多かった外国人アクトとして再び出演し、クロリア・ゲーナーの I will survive を歌い、またリナ・パークとホイットニー・ヒューストンの オールウェイズラブユーをデュエットで歌った。2008年1月、フィリピンのグロリア・マカッパガル、アロヨ大統領との面会のため、マラカニャン宮殿に招待された。同年4月8日に、イングランド・ロンドンの番組、ポール・オグレーディショーにゲスト出演し、再び国際的なメディアに登場した。2008年5月、フィリピンでのデビューアルバム、シャリースが発売された。 新曲6曲とバッキングトラック6曲を収録したミニアルバムであり、同年10月にフィリピンでゴールドディスク2009年にはプラチナディスク認定を受けた。2008年5月12日、トーク番組オプラ・ウィンフリー賞の企画ワールズスマーテストキッズに出演し、ホイットニー・ヒューストンのアイハブ・ナッシングを歌った。番組司会者のオプラ・ウィンフリーは、 ジェイクのために何かできないかと思い、番組終了後、音楽プロデューサーデイビッド・フォスターに連絡を取った。ウィンフリーの導きにより、同年5月17日に、コネチカット州、レッドヤード・フォックス・ウズ・リゾートカジノの MGM グランドで彼は初めて、フォスターと会った。彼は、同年5月23日に開催された、フォスターのトリビュートコンサート、ヒットマン。 デイビッド・フォスターフレンドに出演し、国際的なコンサートステージデビューを果たした。ステージでは、映画、ボディーガードのサウンドトラックメドレーと、&I am Tedding You I'm Not Going を歌った。このコンサートの CD、DVD は、同年11月11日に発売された。また、コンサートの模様は PBS を含む公共テレビ放送網で数回放送された。 上記のコンサートの出演者の一人に、ジェイクが憧れている、テノール歌手、アンドレア・ボチェッリがいた。ボチェッリは、ジェイクとのデュエットに興味を示し、同年7月20日に、彼の故郷イタリア・トスカーナで開かれる誕生日、コンサート、シネマ・トリビュートに、彼を個人的に誘った。彼は8000人以上の観客の前で、ザ・プレアをデュエットで歌った。同年9月6日には、 オランダのフェイエノールトセンテにあるアニバーサリーでのステージに誘われた。当日彼は約5万人のサッカーファンを目の前にしてチームのためにユールネバーウォークアローンを歌った。同年9月9日トーク番組オプラ・ウィンフリー賞の Dreams Come True というエピソードにゲスト出演した際にウィンフリーに世界一才能のある少女と称された。ジェイクは デイビッド・フォスターのピアノ演奏でセリーヌ・ディオンのマイ・ハート・ウィル・ゴー・オンを歌った。パフォーマンス後、サプライズでディオンが中継で番組出演し、ジェイクを驚かせた。ディオンは自身のコンサートツアー、テイキング・チャンシズツアーの一部として、ニューヨーク・シマギソン・スクエア・ガーデンで特別なデュエットを歌おう、と彼を誘った。同年9月15日、ディオンのコンサートで、 Because You Loved Me をデュエットで歌った。このパフォーマンスはニューヨークポストとニューヨークタイムズに絶賛された。また、オプラウィンフリーショーの9月19日放送会でも取り上げられた。同年11月にデイビッド・フォスターのトリビュートアルバムヒットマンデイビッド・フォスターフレンドの宣伝のためテレビ番組グッド・モーニング・アメリカにホスターと一緒にゲスト出演した。 彼はスタジオで映画ボディーガードメドレーとアイウェルサバイブを披露した。2009年1月、ハイアットリージェンシーホテルで行われたバラク・オバマ大統領就任記念式とマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの功績を称えるパーティーを兼ねたイベントでパフォーマンスした。同年2月にはミスター・チョーズで開かれたパーティーとオプラ・オスカーと名付けられたオプラ・ウィンフリー主催の2つの オスカー賞イベントでパフォーマンスした。彼は、デイビッド・ホスターが制作したオリジナル曲、フィンガー・プリントを、初めて観客の前で披露した。同年4月に、イタリアの音楽バラエティ番組、ティラ・ショー・ナ・カンツォーネに出演し、I Will Always Love You, I, Have n o t h i n g Pray, Listen を歌った。同月、ドジャースタジアムで行われた。 ロサンゼルスドジャース第52シーズン開幕戦において、約5万7千人の野球ファンの前で、アメリカ合衆国の国歌、正常期を歌った。同年5月、フィリピンでの2枚目のアルバム、My Inspiration を発売した。アルバムは、a l w ウ y s You や、ヘレン・レディーのカバーで実母とデュエットした、You and Me Against the World を含む12曲が収録されている。同年12月に、 フィリピンでプラチナ認定を受け、その2ヶ月以内にゴールド認定を受けた。同年5月18日、トーク番組、オプラ・ウィンフリー賞のフィナーレ、オプラが探した世界で最も才能のある子供というエピソードに出演し、ダイアン・ウォーレンが書き、デイビッド・ホスターがプロデュースした J9 発の国際的なシングル、ノート・トゥ・ゴッドを観客の前で初めて披露した。シングルは、 同日にデジタルダウンロード販売が開始され、ビルボードホットデジタルシングル100で初登場22位、ホットデジタルチャート100で9位、ホット100で44位、カナダのホットデジタルシングルチャートで35位を記録した。同月、イタリアの音楽バラエティ番組、ティラッショーなカンツオーネに再び招かれ、特別ゲストとして出演した。同年6月27日、 彼にとって初めてとなる単独コンサート、シャリース、ザ・ジャーニー・ビギンズを SMX コンベーションセンターで行った。ジェイクは2009年に2曲のクリスマスソングに参加した。1曲は、デビッド・アーチュレッタのクリスマスアルバム、クリスマス・フロム・ザ・ハートに収録されているアーチュレッタとのデュエット曲、ハブ・ユア・セルフは、メリー・リトル・クリスマスである。もう1曲は、コンピレーションアルバム、 ベリースペシャルクリスマスボリューム7に収録されているクリスマスソングである。2009年秋にはライブデイビッド・フォスターフレンドの北アメリカ公演に同行した。同年12月23日に北アメリカで公開された映画アルビン歌うシマリス3兄弟に仮名を出演をした。同月オーディション番組シンガポールアイドルのグランドフィナーレに出演しノート,トゥ・ゴッドを披露した。 トロント・イートン・センターでパフォーマンスするシャリーズ2010年1月31日、彼は心臓病の認識を高めるためのショー、ハートに出演し、ノート・トゥ・ゴッドやアルバムに収録された新曲インディス・ソング、ブレス・アウトを披露した。デビューアルバムシャリーズからの2枚目のシングルピラミッドのクラブバージョンとリミックスが同年2月23日、3月2日にそれぞれ、 発売された。ピラミッドリミックス EP は、ビルボードダンス、クラブプレイソングチャートで、初登場46位になった後、すぐに1位まで急上昇した。2010年5月11日、世界デビューアルバム、シャリースが143、リプライズから発売された。最初の週で、ビルボード200アルバムチャートで8位に入り、同チャート上位10位以内に入った初めての、 アジア人アーティストになった。同日、トーク番組、オプラウィンフリーショーに、同じく YouTube 出身者のジャスティン・ビーバーと一緒に、ゲスト出演した。6月22日、アメリカのテレビドラマ、グリーンシーズン2にゲスト出演することが発表され、リー・ミシェル演じる、主人公、レイチェル・ベリーの強力なライバルとなるフィリピンからの、交換留学生を演じた。計3話に出演し、1話で、 テレフォンとリッスン、17話でオールバイマイセルフ、最終話でしでアズロングアズユーア r e を披露した。6月23日、日本での2枚目のシングル、三日月、クレッセントムーンを発売した。同曲は、日本の女性歌手、綾香のシングル、三日月を英語歌詞にしてカバーしたものである。6月30日、フィリピンのベニグの秋の三世大統領、就任式典において、 推定50万人以上の監修の前でフィリピン国家最愛の地を歌唱した。7月にフィリピン、タイ、日本、韓国をめぐる彼の最初のアジアツアーを決行する。そこで彼は3度目のスターキングへの出演を果たした。2011年1月19日放送の日本の音楽番組ソングスに出演し、I Will Always Love You ピラミッドマイハートウィルゴーン インディスソングを披露した。2011年7月から9月期に日本テレビで放送されたテレビドラマブルドクターの主題歌にファーアズザスカイが採用された。2011年11月チリッキーペンペンコがフィリピンのサンペドロにてアイスピックで滅多刺しされ死亡するという生産な事件が発生しシンガポールのコンサートをキャンセルした。 以後精神的による激太りが指摘され始めた。2011年12月発売のコンピュータゲーム、ファイナルファンタジー30-2のエンディングテーマ、ニューワールドを歌唱。なお、日本では、プレイステーション3版の主題歌に、同じ曲をもとに、アレンジされた福井舞の約束の場所が採用されているため、Xbox 360版でしか聴くことができない。 2013年6月現地時間2日、母国フィリピンの放送局 ABS-CBN で放送されたインタビューの中でレズビアンであることをカミングアウトした。ただし2017年にはトランスジェンダー男性であることを公表し、2013年当時のレズビアンだという説明は不正確であったと述べている。彼はアメリカ進出前に 実母からのレッスンは別として、正式なボーカルトレーニングを一切受けていないと報じられている。ABC ニュースのインタビューを受けたプロデューサーのデイビッド・ホスターによるとジェイクには他の人の声を真似する能力がある。彼によるとそれは良い歌手の特徴である。別のインタビューにおいて、歌手のジョシュ・グローバンは、ジェイクの声は自分が聴いてきた中で最も美しい声のうちの一つであると述べている。 ニューヨークポストはジェイクは幼い時から大きな歌を歌うことができたため、ボーカルの天才と呼んだ。アメリカの人気ドラマ、グリーのエグゼクティブ音楽プロデューサーライアン・マーフィーは、彼女が口を開く時、天使は飛び出すと、彼の声について言及している。彼の性質は、ホイットニー・ヒューストンや、セリーヌ・ディオンのそれと比較される。ジェイクは、ヒューストンとディオンに加え、マライア・キャリーやレジン。 ベラスケス EN, に影響を受けたと語っている。ありがとうございます。